はい、皆さんこんにちは、アジでございます。 PC88 のサバーチですね。パート85をやっていきたいと思います。こっちダメね、多分光らなかったね、よかったね。待ちくたびれたと、まあ、ディメートね。27かな。どうしよう、次の地方行ってみる。いやー、行ったら多分ダメな気がするんですけどね。ダメだね。あ、でも行ってみるか。フィールドだから逃げれるもんね。やった方がいいか。ちょっとびっくりするようなアイテムがあるような国に行きたいね。ドラクエもね、そうやね、並走してるんですけど、120ぐらいまで行きましたね、パートね。120は行ってないのか。あー、意外にまだまだ行きそうですよ。で、サバシね、まあそれでもサバシと30ぐらい空いてるね、パートがね。サバシがだいぶ追い上げてきてる感があるんですけど、って一旦一回しか取られないのかな。アクションポイントみたいなのがあると思うんですけどね。回復しないと本当やってらんないな。いけたいけた。ウルジャもうどうしようもないわ、遅いから。いけたね。これでなんとかなりますね。また、まあ、ウルだからいいか。今ウルが多分凍結しましたね。あら、ウッディンか。ウッディンだったか。それはちょっとダメだわ。あ、まただ、ウルって言ってたね、今ね。ほんとの。で1064しか入んないよね。ちょっと時間の割にはかけた時間の割にはね。さあ、あ、なんか嫌な予感。ああでもないね、大丈夫だね。はい、マンの司令官には気をつけて。司令官いいのね。ハトにされたら俺のところに遅いわ。遅いわ、もう。何言ってんだろう。あ、これがもんだね。上。ちょっと待ってね。マンの司令官。マンの司令官なんかいたかな。あ、なるほど。こういう感じ。あらー。
じゃあちょっとアルフォールってずっと西だよ。あ、アルフォール？アルフォールって言ってなかったかな、まだ言ってなかった。あ、そう、言ってなかったかな。この辺も大丈夫だね、マーディウッディンあたりはね。あら、またバラバラ。あ、よかった。どこ行くんだろうね。おい、じゃあちょっと、あー、もういいよ。こういったどういうんだろう。アルフール、アルフール、あ、来てないわ。地図持ってない。あ、あるある、初めから持ってる地図だよねこれね。あら、強さダメ。あんまなんもなさそうだね。そんな感じしますね。じゃあ戻ってあそこ行きましょうか。よいしょ。例のね、行ってない北村の中央部行きましょう。あら、そんなとこ出てくるのね。相変わらず戦闘中ばっかですね。ですんでね、この浅場市のね動画ね見直すとですね、何でしょう、バー、どこの再生場所、箇所をね、再生場所を選択するバーを動かし、いろいろ動かしていくんですけどもね、もうほとんど戦闘ですもんね。まあロールプレイングゲームだったらしゃあないか。まあその辺でもどうなんだろう。ファイナルファンタジーの新しいのなんかやるとほとんどイベントなのかな、ビジュアル。そんな感じになっちゃうのかな。もう無視しちゃいますよ。もう後で出てくると思いますので。あ、これは、あ、ワンダリング出てきちゃった。まあどんどんいければいいですよね。もう経験値貯めてレベルも上がってっていう感じでね。止められてるとヒールできないんで。あ、シャフルナード止められてるね。よし、マーディにザムザム入れましょう。あ、しまった。あれだね、あの固まらすあれに生かさないといけないよね。あ、シャフルナーズも結構暗くなったね。どうしよう。あ、行っちゃったか。あ、行っちゃったね、動いちゃったね。あ、そっち行っちゃうのか。そろそろドレスも食らうようになってきましたね。あ、そうだ、野菜が高いですね。また関係ない話してますけどね。この、なんだっけ、何が原因だっけ。
雨？あれ？何が原因で野菜高なってんだろう今。地震はねありましたけど、なんだろう。あ、寒さ？寒さの影響も出てるのかな。北海道なんかちょっとねいつもより寒いって聞きましたけどね。まあキャベツが結構高いですよね。まあキャベツだけじゃないと思うんですが、トマトも高いって言ってたね。あと白菜も高いでしょ。ああ、ほんとびっくりしちゃうね。これから鍋のいい季節なのにね。白菜高いのはちょっと参っちゃいますね。アシュラは死んでも毒は毒というか返り血はないのね。はい、さあここの宝は取り終わったので、お次ね、ほんと長いね。あとはそうね、モラーも行ったので、モラー長かったね、ほんと長かったほんと長かったわ。まあでもモラーの財宝はね250万ですもんね。あ、でかいね。もうなんか高い装備出ても、へっちゃらで返そう。さあちょっとね、ヒーラーの星使っちゃいます。48万8400、あと13000、あ15000ぐらいですね。あ、やっぱり逃がしてくれない。最近ね、あの運動不足がねひどいんでね、ちょっと歩いたり走ったりするようにしたんですね。でもね、これ年なんでしょうかね。昔はね超回復でしたっけ、いじめると、体をいじめるとそれ以上に回復してね、体力も増えてみたいなのが、まあ、いわば成長ですよね。まだ私40代なんですけどね、それがなんかないような気がしてきてね。あと回復力回復力はもうほんと致命的に近いですね。すぐぜいぜい言うもんね。大丈夫なのかな。ねえ、本当に恐ろしいわ。衰えていくのはね、わかりますもんね。本当にね。はい、ホークモーラー地方のここどこかいねと。はあ、あ、は？ああ、一回モラーの砂漠に行かないといけないのね。めんどくさいね。もう一回見ますね。本当に？本当だね。本当だね。うん、本当だね。まだワンダリングこっちでも出てくるのね。
底の洞窟、何そんなのあったっけ。はい、あったんだね。撮ってるもんね。はい、あなたなんて言うんだろう。ちょっと覚えてないな。カルバリクの彼方にあるのは彼の頭と胴体を見つけ砂漠の商人に会わないと始まらん。こっちだよね。でこれか。お、これも休憩中、休暇中か。もうここはいい。もういいんだけど、いいんですよね。でここだっけ。よかった、世界一短いわ。よかったよかった。世界一短いんだよね。ここはカムですね。懐かしいね。懐かしいね、ほんとね。ウルでさえ食らわないですもんね、ダメージね。当たりませんもんね。もうこれカンカンいけんでしょうね。いいね。アーベル無視ですね。アーベル無視ですね。まあ日頃の行い悪いですからね、アーベルね。死ぬアーベル、死ぬ死ぬ。危ない危ない。はい、でこれで世界一短くて、で次降りたらいいんですよね。よいしょっしょっと。そうね、こっから南に下ってあのトンネルだね。あと陣があったんだわ。あれ、あの陣行ったかな。これね、あら、ヒルパーの陣なんでしょう。なんか来たような気がするんですけどね。ガパーパー言われるやつかな。いや違うね。あら、ないかな。ヒルパーの陣ね。これ出ちゃうとダメだもんね。あらららららら、なんかある。いろいろいける。そこそこいけそう。ムカつくってダメね、そんなことでは。宝箱あるから来てないね。1万ティラです。売り上げ8万9000ティラいきましたね。これはフォートするんですね。必ず立ち寄るのじゃないやながら。なんか言ってる人、言ってるの。ただ何、今の宝箱取り忘れな気がするな。違うかな。なんかとぐろ巻いてるような気がしてきましたね。ムカつくてダメね、そんなこと。じゃあほら、寝とってますね。今の取り忘れだ、あれ。はい、ムカつくのはダメね、そんなこと。じゃあは大体もう予測がつきましたので、ここも取ってて、はい、こっちも行けるけど、取って取ってる、取ってますね。で、これで終わりか。そうね、これで終わりだね。はい、さあ、じゃあよいしょよいしょっと。南だね。敵どうなんだろう、強いのかな。はい、何もない洞窟。来たような気がすんね。来てすぐ怖くてビビって帰っちゃった気がすんね。あら、弱い雲だね。しかもこれ、これ弱いね。
ようかな。ひょっとしたらここに来とくべきだったのかね。もうちょっとレベルが若いときは。ここは、ここにはチャッチ水があるのよ、と。なんだい？なんでプートスにいいと。ああ、プートス像の力を借りよう。なんで、本当にプートスを信じてるか、岩の呪いと、ああ、あったね。同じパターンだね、これね。で、こっちちょっと先行ってみますか。ああ、弱い。めちゃくちゃ弱いね、これね。何があるんだろう。ここは？ここ何だったっけ？あ、何もない洞窟ね。ああ、経験値もだいぶ低いね。あ、まだ上。あら？あ、いろいろいけるんだね。あ、せっかくなんで稼いでいきましょうか。解いてやったぞ。どこ？あ、まだあんのね。あのワープも気になるね。はい。ライトソードは取ったのか。持ってたのね。あ、楽だなこれ。はい。あ、じゃあね、ちょっとこの辺で一度終わっておきましょうかね。スーパーファミコンじゃない、PC88 のサバチですね。パート20でもない、ごめんなさいね。もうボロボロだわ。もう85、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。